にわ千恵子、1907年11月19日から1973年12月22日は、日本の女優。昭和初期から中期に活動した。大阪府南河内郡、大友村、大和在田町に、養鶏業を営む家に生まれる。8歳の時に、道頓堀の死出し弁当屋に、女中暴行に出される。その後、京都で女給として働いていたが、 18歳の時、知人の紹介で、村田栄子一座に入る。間もなく、舞台にも立つようになるが、不入りが続き、東亜記念まと院撮影所に移る。霞す恵子の芸名で、早く出演を続け、1926年に、山上伊太郎の初シナリオによる大作、帰ってきた英雄の順守役に大抜擢され、それ以来順調に役をこなしていく。その後、 一川歌右衛門、一川桃之助に招かれて帝国キネマに入り、芸名を何は知恵子に変えて映画出演を続けたが、給読み払いなどもあり、映画界から足を洗う。1929年、小竹参加の新潮劇に参加。1930年に二代目渋谷天外蘇我野や十五らが旗上げしていた小竹家庭劇に加わる。同年、 二代目天外と結婚し、松竹家庭劇及び1948年に二代目天外らが旗揚げした松竹新喜劇の看板女優として活躍する。しかし、二代目天外と新人女優九十京子との間に子供が生まれたのをきっかけに離婚し、1951年松竹新喜劇を退団する。芸能界から身を引き、同業者にとっては、 行方不明同様になっていたが、NHK 大阪放送局のプロデューサー、福信次郎が何話を創作。その服に壊れて、NHK ラジオの、あちゃこ青春手帳に、花火師あちゃこの母親役として出演し人気を博した。あちゃこほろにが物語派を枕におへて、引き続き、お父さんは、お人よしにも二人で出演。 これが長寿番組となり、400回を迎えた1962年には、放送文化賞を受賞。また、斉藤虎次郎監督により、映画化もされた。同時に、映画出演も続き、溝口健次監督の、オン林で、茶屋の女将を演じ、ブルーリボン女演女優賞を受賞して、以来、溝口監督や木下圭介監督らに徴用される。この時期の代表作に、 森重久也と共演した、夫婦全在、黒沢明の、雲須城、内田富の、宮本武蔵、小津安二郎の、悲願下などがある。京都嵐山の天竜寺内に、旅館、畜部を開き、幼女と共に経営。開業直前には、溝口監督に頼まれて、近松物語で共演する、香川京子を旅館に預かり、着物の着こなしや立ち振る舞いを指導した。テレビドラマでも、 対抗期、細腕繁盛期などに出演した。1973年12月22日、消化管出血のため死去。66歳没。没後、訓四頭髄放送受賞。何は知恵子の、おろない難攻放浪看板貧しさゆえ、小学教育を受けられず、字が読めないために苦労を重ねた。その後、自らの努力で読み書きを習い、非式字から脱した。ある 驚きという字が読めず、字をそのまま写したつもりで人に読みを聞いたところ、ケイマと読むのだと教えられた。いくらなんでも少し変だとよく考えてみたところ、それは、写す際に、たかしと馬の間を離して書いてしまったためだった。本名の読み、南高菊のにちなんで、オロナイン南高の CM に出演し、放浪看板にも登場した。関西に縁の深い女優であることから、 1973年3月に行われた阪神タイガースの村山実のるの引退試合では村山に花束を手渡しねぎらいの言葉を送った。弁天州では婦人部長として活動していた。ふとじの題名はキネマジュンポベスト10にランクインした作品。読売新聞大阪本社文化部情報放送をお笑いし読売新聞社。1999年。 p120 から132次元、水のようにドキュメンタリー映画、ある映画監督の生涯溝の口賢治の記録、新藤兼と、1975年、週刊三景臨時増刊、大殺人チャンバラ映画特集、石橋春海、60年代蘇る昭和特撮ヒーローコスミック、出版、コスミックムック、2013年12月5日、48ページ。 ISBN 978から4から774758534放送ライブラリー番組 ID R00580 ありがとうございます